こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はですね、2021年11月1日に開業いたしましたヒルトン長崎の宿泊記をお届けしたいと思います。いろいろね、ヒルトンには泊まってまいりましたが、このヒルトン長崎は他のヒルトンとはまた違うね、アプローチがあったと思います。ぜひ最後までその詳細をご覧ください。それではどうぞ。はい、今日からね、長崎の方に旅をしたいと思いまして、神戸空港までやってきました。ようこそ長崎。オープンしたばかりのヒルトン長崎行きます。さあ、近くまで来ました。なんかめちゃくちゃ都会じゃないですか。あ、そこは駐車場やった。見逃したんで、もう一回回りたいと思います。でもちょっと、このついでにね、この辺りを撮りたいと思うんですけど、おお、すごいすごい。やっぱ新しいのはいいですね。11月1日にね、オープンしたばかりなんで、今日は11月3ですからね。ここも駐車場っすね。こっからも入るか。ちょっと遠いけど。はい、駐車場を止めてヒルトン長崎の方に向かいたいと思うんですけど、なんかまだ結構建設中の部分もあるみたいですね。はい、こっちからヒルトン長崎行きますね。いやー、あ、これ長崎駅なの。長崎駅もめちゃくちゃ綺麗になってるじゃないですか。いやー、すごい。長崎駅から直結で来ましたね。おい、それでは入っていきましょう。ヒルトンのね、こうオープンして間もない時に入ったことなんてないんで、ね、ちょっとびっくりですね。ちゃんと感染対策もありますね。すごい数の花。もう階段も面白いですね。本当はね、エスカレーター登らずに階段でトレーニングのようにね、歩いていくべきなんですが、さすがにこのね、新しいヒルトンで汗だくな姿でチェックインするのはまずかろうというわけでございます。ここは2階か、2階なんでレセプションがありますね。これはレストランですかね。あ、ここはレセプション。あ、また綺麗ですね。美しい感じに仕上がってますね。ヒルトンらしいね、和と洋がちょうどうまくこう融合しているようなデザインワークになってますね。メンバーズラウンジとか、あ、グランドバケーションズもしっかりこう構えられてるんですね。そしてセブンシーズっていうバーもありますね。じゃあ11階のエグゼクティブコーナーキング、ありがたいですね。いやー、全てがね、新しいですね。1108なんで、こっちか、こっちですね。あ、ここですね。はい、それでは入っていきたいと思います。おー、なんか入ったところからちょっとかなり違う感じですね。はい、このような感じの部屋になってます。おー、すごいオープンな感じで、おー、なかなかやっぱ新しいのいいですね。まずはこのね、部屋全体的なところなんですけども、あー、ちょっとうまい具合にね、やっぱこう和が取り入れられてるというか、で全体的なようなんですけど、ところどころにこう和なテイストがあるっていうのはやっぱヒルトンさんらしいところかなと思います。そしてこのベッドの後ろにあるね、このクッションなんかもちょっとデザインされてていいですね。このライト、もうおしゃれな感じになってますね。それでいてね、ヒルトンらしいなみたいな感じのところも至るところにやっぱありますよね。このテーブルなんかもあるんでね、ここで飲んだりとかテレワークもできます。大きめのね、空気清浄機もついております。そ
そして大型のテレビですね。でここにもねテーブルがちゃんとありまして、ここで仕事もねできるようになってます。ちょっと僕明日ね撮影したいなと思ってるんで、その旅貯金チャンネルをね久々に撮影しようと思ってるんで、ちょうどこの角度とかねいいなって思いますね。でちょっと引き出しの方ね開けていきますけど、開けるとコーヒーとかカップとかねグラスとか全部入ってます。紅茶はこれツイニングスっていうメーカーですかね。あ全部が新しい。あこれパジャマがね入ってますね。何も持ってこなくていいんですよ。はい、そしてこっちにはバスローブが入ってますね。バスローブ着て撮影しないといけないという気持ちになります。ここにケトルが入ってますね。でここはもういつものねこうヒルトンさんにあるコーヒーメーカーがあるということですね。冷蔵庫がありますね。感じです。で洗面台も広々としていて、このねブラインドがまたこうちょっと和なテイストになってて調和してますね。で下にタオルとかドライヤーですね。でアメニティはこうヒルトンね、ヒルトン行ったらもうこれでしょう。このアメニティは僕も匂いもね良くて大好きなんですけど、でフェイシャルソープとボディーソープが分かれてますね。でこれなんか初めてのパターンかもしれないですね。一つだけ石鹸があるっていうパターンが他のヒルトンさんだと多かったと思うんですけど、で鏡はねちょっとこう横に狭めにあるっていう感じですけど、角度を変えるような感じになってますし、この鏡自体にもライトがついているということで、まあ、メイクなんかする人にとってもいいんじゃないかなと思います。はい、そして浴室ですね。浴室も新しくて広めのね浴室層になってます。こんな感じですね。タイルで綺麗になってますね。そしてはトイレですね。トイレもなんかすごい広いですね。広々としてて、まあ、当然最新のねトイレが入ってると。はい、それではこちら側をね撮っていきたいと思うんですけども、こちら側開けるとセキュリティボックスとかね、まあ、この辺りはもうヒルトンでは定番のものが入っていると思うんですけど、でちょっとこの反対側も安心しますね。なんかハンガーとこのアイロン台ヒルトンだなって感じですね。でこのスリッパね入ってます。はい、こんな感じですかね。この入り口のところは特に何も入ってないと思うん でこのね壁についてるものもなんかいいですね。はい、そしたらねあとここねコーナーの部屋なんで、当然ねカーテンを開けるとすごい景色がね待ってると思うんで、長崎といえばねその日本三大夜景でしたよね確か。目の前は駅ですね。そして、長崎の夜景も見えてますね。でちょっと反対側も開けてみましょう。こういう感じなんですね。ああいいですね。でこの状態でちょっとライトをつけるとどんな感じになるのか。ああなるほど、これはこれでなんかいいですね。いやもうね早くしないとカクテルタイム終わっちゃうんで、カクテルタイム行きたいと思います。はい、今からねカクテルタイムに向かいたいと思います。いやー全てがね新しいから新鮮ですよ。ではエグゼクティブラウンジ行きたいと思います。はい、それではね取っていきたいと思うんですけど、お酒もねいろんな種類が用意されてますね。ちょっと時間的に今6時半なので30分で終わりなんですよね。なので置いてある種類ももしかしたら少ないかもしれないです、うん、はい、ちょっとね取れるものを取ってきたんですけど、結構軽食的なものが多いですね。なんかちょっと食事みたいな感じなものがなかったですね。たまたまなのかなくなってるのか、もともとこうなのかちょっとまだ判断つかないですけど、ちょっとしばらく時間を置いて何かありそうであれば取っていきたいと思います。はい、それではいただきます。いやこれですね、長崎でこのヒルトンでこそ味わえるね楽しみを味わえるとは最高じゃないですか。バスクラフリングうまい。食
事が出てきましたね。このポテトサラダとはこのハムとかね出てきました。こういうのも来ましたね。軽食やっぱありましたね。大人気でみんなすぐ取っちゃってたんですね。じゃこれいただきます。エビうまそうですね。みずみずしくて美味しい。次これですね。これはもう食べる前からね美味しいことは確定してるやつですけどね。すごい歯応えがあってお酒に合う感じにカスタマイズされてる感じですね。これもポテトサラダかな。階段がなかなかインパクトありますね。やっぱこうホテルの顔となる部分なんでね、すごいおしゃれです。はい、これが長崎駅になります。あ、来た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 。このたらふく朝っていうところに今日はね予約しましたんで、ここ行きたいと思います。ビールでしょうということで、まずはいただきます。わー、うまそうな刺身。11月、ね、1日開業のヒルトン長崎様、いち早くこの11月3日に、ね、宿泊させていただいたんですけども、で僕もね全ての、ね、ヒルトンを網羅したわけではないです。国内も含めてね。ですがちょっとね今まで泊まったヒルトンに比べてかなりちょっと戦略的なホテルというか、新しいことにチャレンジしてるんだろうなというところが、まあ、垣間見えるホテルなんじゃないかなと思います。まあ、まずねやっぱこう駅に直結してるみたいなところが、今まで泊まったそのヒルトンの中では、まあ、ヒルトン大阪ぐらいじゃないかなと思うんですよ。でもヒルトン大阪もめちゃくちゃ直結って言われればちょっと歩かないといけない、雨に濡れずにはたどり着きますけど、そんなに近くないんですけど、このヒルトン長崎は本当にもう真ん前と言っても過言ではないぐらいな位置にあるので、まあ、そういったヒルトンは福岡もね駅から結構離れてますし、名古屋もねそれなりに離れてますし、東京も離れてるし、非常にね戦略的なものを感じましたね。先日ね僕が泊まらせていただいた六京都 LXR ホテル&リゾーツもそうなんですけども、やっぱりちょっとヒルトンさん新しい風をちょっとねこう企業的にも吹かせようとしてるのかなっていうのが感じますし、まあおそらくねこの長崎ももともとは外国人観光客向けに作られたんだと思うんですけど、まあ、今コロナの、ね、影響で、まあ、そのあたり予定通りには行ってない部分もあると思うんですけども、まあ、今はねそのまだ観光客が来れないうちに、まあ、この僕ら日本人としては楽しむことができる、まあ、ちょうど逆に言うといい期間なのかなと思いますので、まあ、今のうちにね長崎の旅行を含めこのヒルトン長崎行ってみることをお勧めします。あのサービス自体は本当にもうヒルトンのクオリティしっかりとこう担保されてて、でもね入り口のところの作りだったりとかレセプション周りのデザインだったりとかはちょっと他の、ね、ヒルトンにはないこう新しいテイストで、まあ、ここはねぜひその目で見てほしいなというふうに思います。まあ安定のクオリティですね。大満足です。また明日朝食とかで体験させていただいて、また改めて評価したいなと思います。はい、これが朝食になります。綺麗ですね。パン美味しそう。ここでパンをね焼くような感じになってます。そしてクロワッサン、バナナショコラ、カルミネとかありますね。クロワッサン今品切れが、手袋をして切っていく感じになります。はい、この辺がフルーツですね。で、ここにシリアルですね。まあ、ヨーグルトなんかは冷蔵庫に入ってますね。ご飯とかおかゆ系ですね。あ、キムチとかもある。お味噌汁もあります。ブイヨンスープ、カレーとかポン酢からしとかお皿うどん、長崎らしいねものがありますね。
かしら。九州ワインです。あ、昨日食べたハトシですね。ハトシロール、これは温野菜ですね。ポテト、バジルソーセージとベーコン、スクランブルエッグですね。毎日コツコツパンケーキですね。反対側には低脂肪ミルク、トマトジュースミルクですね。そして水、アップルジュース、グレープフルーツジュース、オレンジジュースということでね。なんか本当に綺麗に並んでるって感じですね。空間的な、ね、開放的な感じで、はい、このメインのところをちょっと取るの忘れたんですけど、かまぼことかね、だし巻きとかもずくとかハムとサーモン、そしてやっぱり朝には欠かせないサラダですね。いや、サラダがないんかなと思ったら、ちょっとこの内側にあったら気がつきませんでした。さあ、こんな感じでやっておりました。贅沢ですね。いただきます。お酒飲んだ次の日はやっぱ味噌汁が染みますね。この長崎といえばね、この皿うどん、各フィルトンによってそのご当地のねものがやっぱいくらか用意されてるっていうのはやっぱありがたいですよね。やっぱこうホテルステイだけを楽しむ人にとっては、観光地をいろいろ行ったりとかしないみたいな人もいると思うんで、そういった人がちょっとでもねこう長崎を体験できるのはいいですよね。うん、このサクサクとしっとりした感じの融合、これぞ皿うどんですね。このハトシも昨日食べましたけども、今日も食べます。まあ、ちょっとなんか見た目違いますけどね、うん、この皿うどんとハトシとシューマイが並んでたんで、このシューマイもおそらく長崎ならではなのかなと思って取ってきたんですけど、中華街あるから長崎も食がちょっとヤバそうですね。どこ行っても太るな。このフルーツジュースって言いたいのか、フレッシュジュース、これも楽しみの一つですね。ホテルの朝食のこれ飲んで一日が始まるみたいな。そしてね、こうサラダですよ。こんなサラダね、やっぱ自宅にいて朝から食べれないじゃないですか。こんなバリエーションでホテルの朝食ならではじゃないですかね。階にはですね、フィットネスジムがありますね。フィットネスジムは温浴施設もあって無料で入ることができます。お、ちょっと温浴施設に入れてたんで、おお、なんだこれは。デザインがすごい、なんか異空間に入っていくみたいなデザインですね。すごい。ここで撮影したらよかったなっていうぐらいな感じですよ。で、ちょっと男湯、女湯っていう感じでね、ありますね。はい、こんな感じでフィットネス施設がありますね。筋トレの、グッズだったりとか、ランニングマシンとかね、こう川を眺めながら入れるということで、素晴らしいですね。最低限のものがね、一通り揃ってるので、ちょっとこう筋トレするみたいなね、ありだなと思いますね。10キロのダンベルを持つという感じですね。こういう感じで持つことができます。水もね用意されてますし、タオルも用意されてます。素晴らしい。いやー、おしゃれな空間ですね。デザインでやっぱりこう価値を高めるっていうね、すごいですねこれ。いやー、これちょっとインスタ用にスマホで撮ろう。駅前です。そしてここにヒルトンがあると、ドーンとね
新しいこれはね、いいですね。快適なデビステがね、できたなと思います。これだけね、なんかヒルトン の, その都会的な建物なんですけども、やっぱり長崎のちょっとこう田舎的な感じもあり、なんか独特の空気感で、ね、過ごすことができたんじゃないかなというふうに、ね、思っております。まずはね、メガネ橋に行きました。太陽が今出てきましたよ。すごいなぁ、でも湯気がね、めっちゃ出てて、ちょっとびっくりしましたね。広すごいなぁ、これは。通常、お食事の時にお味噌汁にいたしますので、あったから伊勢海老を取る形になります。ヒルトン長崎の宿泊記いかがでしたでしょうか。他のヒルトンにはないねアプローチがあって面白かったんですけども、やっぱりねヒルトンらしい安心感のあるサービスとデザインワークだったと思います。今後もねヒルトンは広島だったりとか宮古島だったりとかいろいろとねオープンしていきますので、僕もねどんどん追っかけてね泊まりたいなというふうに思っております。長崎旅行もね別の動画であげますので、そちらの方参考にしていただき、長崎旅行とともにこのヒルトン長崎の宿泊を考えていただければなというふうに思います。こんな感じでねモーリーチャンネルでは旅の Vlog 動画だったりとか旅の豆知識なんかをお届けしておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またねこうやって旅に行くためにはお金が必要なわけで、そのね旅貯金を貯めるための豆知識なんかを旅貯金チャンネルというチャンネルで発信しておりますので、旅貯金チャンネルもぜひチェックの方いただければなと思います。いやいやいや、その節約だけじゃなくてやっぱりこうビジネスをして稼いでいきたいんだという方はですね、モーリー成長チャンネルというビジネス系のチャンネルもやっておりますので、そちらもチェックいただければなと思います。またね僕自身に興味があるというちょっと変わった方はですね、モーリーサブチャンネルというサブチャンネルもやっておりますので、そちらもチェックいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。では。